今回はこちら、メルセデス・ベンツ EQC400 で、大阪の阪神高速11号を走っていく動画後編です。こちらの後編では、伊丹空港からまたグランフロント大阪まで戻っていくという感じで走ってまいります。で、今映し出されているこの展示車の EQC400、AMG ラインの仕様なんですが、で、このマルチスポークアルミホイールがついているやつなんですが、なんか結構これもいい感じかなと思います。で、ステアリングもこの AMG みたいな、そういうレーシングステアリングみたいなような感じで、結構僕個人的には好きですね。で、実際に運転した EQC400 は、この白色ではなくて、グラファイトグレーかな？専門的な用語で言うと、メタリックグレーみたいな感じのマシンでした。なかなか渋くてかっこいい感じの色で、結構走りごたえのある色かなってなんか僕個人的には思いました。それでは後編、走っていきましょう。右車線に移動した方がいい。はい。直進していきます。はい。はい。真ん中の車線で構いません。はい。この車線ずっともうキープしていただくと、はい、阪神高速に乗っていきますので。はい。乗っていただいて、はい、はい、猫もすごい。左に行きますね。はい、おお。で、ここですね、合流はかなり短いので、はい、気をつけてください。本線の合流短いです。その合流した後ですね、はい、すぐ料金所が出てくるんで、はい、そこも注意してください。はい。まあ、今昼時はそこも交通量が多くないんですけど、ある程度スピードがないと。すぐ先が本線の料金所です。はい、右と左と ATC レーンがございますので、はい、通過していただいたらいいんじゃないのかなと。一番左で。一番左で。はい。
はじめに通行止めの情報です。3号東部線の横縄から西宮インターまでの間が火災のため通行止めです。ご注意ください。次に落下物の情報です。11号池田線、そういうところまで情報が入るんだ。岡本と福島の間で落下物が1車線を塞いでいます。ご注意ください。落下物の情報まで入ってくるのか。に関しても11号行けた線なんで、はい、もしかしたらあるかもしれないです。ただもう片付けられてるかもしれないですけど、わかんないですけど、まあ、注意だけしておいてください。はい、はい、ミックスに関してはこの前のこのアイコンですよ。これここで撮ってますね。はい、注意して走行してください。マジか。こういう情報も、まあ、リアルタイムで、ね、入れてくれるんで、はい、助かりますよね。そうですね。すごいなと。よく入ってくる。
がガソリンの車と違ってエンジン音がかなり、その高速道路走ってもね、はい、当然高くならないので、はい、室内の空間が音が静かですよね。確かに、ほうで、すごく静かで、外の音もなんか直に入ってくる感じ。情報です。11号池田線南行きの塚本と福島の間で落下物が一車線を塞いでいます。この方面に向かう方は注意して運転してください。どこだ、もう一つ向こう出ますので、はい、出ていただいたら
右に曲がりますので。あ、右だ。右ですね。はい。670円利用しました。左車線、この次の信号を左に曲がります。左で、はい。ここで左へ。左に曲がっていただいて、はい、はい、曲がっていただくと次の信号を左です。はい、次の信号左でお願いします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録。みんな待ってますよ。